ヤンが在世していた時、ユリアンは黒髪の魔術師よりさらに豊かな軍事的センスを有する天才型の人物に見えた。だがヤンの死後、その印象は変わった。彼自身が変わったのではなく、見る側の感性が変わったのであるが、ヤン・ウェンリー・ゴロクという聖典を抱えた努力型の布教活動家という一面を表してきたようであった。とは言ってもユリアンは陰気でも強圧的でもなかった。カイザー・ラインハルトのような華麗で熱っぽい自信とは縁がなく、ごく自然な流れに乗ってヤンの後継者という位置を占めるようになったのである。その一例としてユリアンは不満や意見を投書の形で発散させる方法をとっていた。それらの中には建設的なものもあったが、ユリアン個人に対する悪行を連ねただけのものもあった。だが指導者に対する悪行を公然と言えないような社会は開かれた社会ではないというヤンの教えを守って、ユリアンは彼自身に対する批判や非難を封じたことはない。彼が我を忘れるのはヤンの悪行を言われた時で、そのことに関してはカーテ・ローゼフォン・クロイツェルはじめ多くの同時大臣の証言がある。ユリアン・ミンツは自分の言葉で語ったことが一度もない。彼の発言や見識の源は全てヤン・ウェンリー・ゴロクのうちにある。彼は想像せず全てを表説した。彼はヤンより後に生き残ったというだけで全ての栄光を不当に独占したのだ。この種の残忍なまでの誹謗に対してユリアン自身は何も語らなかったが、ダスティ・アッテンボローが反論している。ユリアン・ミンツは作曲家ではなく演奏家だった。作家ではなく翻訳家だった。彼はそうありたいと望んで最も優秀な演奏家に、また翻訳家になったのだ。彼は出典を隠したことは一度もなかった。表説呼ばわりされる筋合いは全くない。演奏されずに人々を感動させる名曲などというものはないのだ。だがこの時期、未だユリアンは名曲を演奏する機会に恵まれてはいない。当時の彼の基本的な姿勢は待つことであった。帝国の人民は20世代近くにわたって統治されること、支配されることに慣れてきた。彼らにとって政治とは何かをされること、何かをしてもらうことだった。だからこれまでよりずっと良いことをしてくれるローエングラム支配体制を支持するのは当然だ。したがってローエングラム王朝が時の風化作用の中で次回への坂道を下り始める、その時こそ民主共和制が意味を持ち始めるのではないだろうか。だから今必要なことは待つことだとユリアンは考えていた。だが現実はユリアンの予想したよりはるかに早く動き出していた。